質問は荒行の意味について教えていただきたいと。ここでね、ポイントとなるのは、ね、荒行にはですね、大きく意味のある荒行と、意味のない荒行とがあるですね。ね、そのお釈迦様はですね、この世で一番荒行をされた方です。食事をほとんど取らず座禅をしてとかね、火にこうね手を焼いてとか、あらゆる苦痛に耐えてやっていた。それはお釈迦様自身ね、その苦痛を克服することが悟りに近づくことだと思ってた。だからあらゆる苦痛に耐えてね、強靭な鋼のような心を得る、これが悟りを開くことだと、こういうふうに思ってた。ところがお釈迦様自身ですね、荒行していた結果、何が分かったかというと、荒行には荒行という苦行ですね、苦行には何の意味もないということが分かったんです。これは仏教を開かれたお釈迦様自身が知らされたことですね。苦行には何の意味もない。だからお釈迦様自身ね、苦行をやめて、でちゃんと栄養を取られて、そして悟りとはね、苦痛によって得られるものではなくて知恵によって得られるものだ。こういうふうに知らされたわけです。だから仏教っていうのはね、荒行はしません。でも意味のある荒行がある。意味のある荒行、ね、意味のある荒行、ね、それはどういう荒行かというと、ね、長時間苦痛を与えないことなんです。例えば寒い日に、ね、寒い日に、ね、水をプシュープシュー浴びる、どうですか。辛いですよ、北海道のあの寒い中プシュプシュ、ね、いやもう想像しただけで苦痛ですよね。苦痛ですよね。いや仏教はそんな苦行はしないから、そういうことには意味がないですよね。プシュ、鍛えることって言われてますけど、これをやることによって、ね、やっぱりね、その苦痛に、ね、苦痛にやっぱ飛び込む力が身につくわけです。私たちはね、ね、その日々欲に流れる、欲に流れる、いいですか。森さんはね、Facebook の中にね、欲に流れるのはなんて書いてありました。欲に流れるのは、いっぱい書いてますけどね。欲に流れるのは楽をしたいからだと。あ、そういうのは違います。違います。ね、欲に流れる、欲に流れるのはめんどくさいからです。
ね、面倒くさい、まあちょっとはかちょっと違いますけどね、欲に流れるのは現実が不安だから、現実が不安だから欲に流れる、欲に流れるとね、面倒くさくなるんです、あらゆることが面倒くさい、楽に流れるんです、面倒くさくなるんです、面倒くさくなる、流れると面倒くさくなっていく、面倒くさくなっていく、なっていくということですか、そう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 、で面倒くさいとね、相手から何か言われてもやらなければならないことがあった時でもね、その欲の方が優先されてしまって、ね、そのやらなければならないことができないんです。で頭の中でね、これやらなくちゃ、これやらなくちゃ、これやらなくちゃって思ってても、それが面倒くさくなってやれないんです。例えば、いやちゃんと真面目に人生を生きなければ、やるべきこともやっていかなければ、働いていかなくちゃっていうふうに思ったとしてもね、いろんな不安が出てきて、もういいか後回しにしようって欲に流れてしまうと、ね、一旦欲に流れても何をするのも面倒くさくなるんです。面倒くさくなる、ね、この面倒くさいっていう気持ちを断ち切ることが、これが、ね、執着を断ち切る力なんです。執着が一回起きるとね、執着を断ち切ることがなかなかできない。でもね、そんな人に荒行コースそうすると、実は面倒くさいからやらないっていう人も、冷たいけど水をジャーってやるとうーってやるとね、こうすると心がシャキッとするわけです。今までめんどくさいって言っていた人も、めんどくさいっていうふうに思わずに気持ちよくやることができる、ね、これはね、荒行です。荒行っていうのはね、いわゆるめんどくさい病にかかって何にもできなくなった人の荒行です。普通の仏教を聞いて、よしやっていきましょうねではなかなか動かない人も、俺は行ってこいって飛び込まして水はプシャーって、ほらあのクロちゃんとかね、クロちゃんがこうやってで滝に打たれて、うわ寒い寒い、あれでダイエットをすると、ね、ダイエットした分だけね、あのコラボしてくれる人が変わると、グレードがアップすると、ね、そういう企画がありましてね、でダイエットするって言ってね、写真こうってビデオ映してるわけですよ、うん、いや今からこの野菜を食べますとか言って、野菜を食べた後に焼肉弁当を出してきたね、そういうことやって、で隠しカメラで全部映してるんですよそういうことやってたと、で全く体重が減らなかった、うん、でもね、そんなクロちゃんもね、まずはね、荒行に行かせる、ふう寒い寒い寒い、ふうふうふうっていうふうにやる。そうするとね、まあ治らなかったんですけどね結局ね、可愛い女の子のために頑張るというね、色欲のために頑張ってダイエットしたんですけど、でも普通はそうやって荒行をすると、本人が本当にやらなくちゃいけないって思ってたらシャキッとするんです。だから荒行が全く意味がないっていうわけじゃなくて、やるべきことをきちっとやっていく欲とこの面倒くさいっていう心を断ち切って、欲に流れないようにするための荒行としてはすごく意味があるんです。すごく自分の面倒くさい心とか欲とかを断ち切るっていうか、洗い流すための、洗い流すよ、もう断ち切る断ち切る断ち切る、もうめんどくさくてもこの水をビシャーってこのね、かぶる、これとめんどくさい心を断ち切って、よしやるぞっていうのと一緒だから、はい、うん、そのための行動として、そう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 、だから全く意味がないってわけじゃないんです。これはすごく意味があります。だけど、あの森の中をこうやって歩き回るね、その何日間もやると、
あの何日間もやるものじゃないですから、ね、何日間もやるものじゃなくて本当に1週間ぐらいでいいんです。いや3日でもいい、いや1日でもいい、ね、その面倒くさい心と立ち向かうために必要なだけであってね、世の中にはいろんな荒行があってね、本当にもう食事もすごい食べないっていう荒行がね、あるところにはもう食事を食べずにね、食事をあんまり食べるんですよ、食べるんですよ、もうひたすらこうお経を唱えてもよよよよとやってね、で滝に打たれて、滝に打たれて、こうやって滝に打たれて、そして食べるものはですよ、こうやってやっていくとね、そうするとね、もう醜い争いが始まるわけですよ。もう、ね、何年目の何回目の人はね、先にご飯が食べれるんです。そうするとね、こうやってこう具をいっぱい取ってね、ね、でこうたくさん食べるわけですよ。ね、そして後半先に初めての人はね、知らないその順番があるから最後の方に来る。そうするとね、もう具がないんです。もう汁だけのものを取って。それが1日2回しかなくて、お腹すき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 、ほうそうね、ふっくらしてた人もね、何十キロも痩せるんですよ。100日のね、荒行っていうのがあってね、それがじゃあ仏の修行の意味があるらしかったですよ。それやるとね、本当に醜い人間の醜さが、この醜い心がいっぱいいっぱい食い上がる。この昆虫症、なんで俺の飯を食いやがったんだ。この辺の何でしょうか、そのお寺とかにいないような、まあ、僕たちのような一般の方がその煩悩を断ち切るためにちょっと荒行とかするとかだったらまだ意味あるかもしれないですけど、一方でその頭反り上げてずっとお寺にいるような人が、まあ、その長時間滝に打たれて念仏唱えてたり、何日も山練り歩いたりっていうのは、あれはね、はい、なんでっていうと、あれはもともと修験道っていうんです。もともと日本にその山をその神聖なものとして見るという修験道という教えがあったんです。それと仏教が融合して、仏教の教えじゃないんですよ、ね、修験道といういわゆる日本古来の教えが仏教と融合してやってるだけで、あれ自身が仏教の教えじゃないんです。仏教とはまた仏教というのはね、まず頭を剃る、ね、なんで頭を剃るのかって言ったら、私たちは間違った考えからいろいろな行動に移す、ね、この頭から出てくる髪の毛っていうのは間違った考えの象徴なんです。だからそれを剃り上げて、私はね、私は本当に自分の誤った考えで行動することをせずに教えに純粋に従っていきますという意思表明で、これ髪の毛が剃るんです、ね、意思表明、そう、意思表明。だから坊主にするっていうのは反省の意味を込めてじゃなくて、もう本当になんていうんですかね、自分の間違った考えで行動せずに教えに従ってこれからやっていきますよと、ね、その時に仏教の修行っていうのね、一番は何か、ね、まあ仏教の修行で一番は、ね、整理なんです。整理、整理、はい、整理ね、だからその寺に入って修行するのが修行じゃなくてね、その誰でもが修行はできるんです。例えばね、こういうことです。この指示棒だったら、この指示棒を使うときはこの指示棒一本だけにするのが修行なんです。他のものはもう使わないと。そう、他のものは使わない、うん、一本だけにする。不要なものは、そう、服だったらちゃんと使うもの以外は持たない、ね、なんで持つのは、それは執着からですよね。使わないものを持つから、それは悟りを開くのに邪魔者なんです、ね、だからその寺に入る時にはね、あらゆるものを捨ててくるんですよ、使わないものは。そうそうそう。ところがね、あの宗教ってほんと恐ろしいことだけどね、仏教はそういうことやるからね、あらゆるものを捨てて、その捨てたものを
ね、教団がもらっていきますと。それはね、だからやっぱ全員握手式でやっぱこうもらいたい気ね、だからもう全ての財産を捨てて入信します。じゃあ財産を全部没収して教団が持っていきますと、こういうことをやりたい。でもね、本来はそうじゃないです。お金を持つかどうかが大事じゃなくてね、その執着を断ち切ることが大事なんです。執着を断ち切るときに一番大事なのはね、やっぱり物を持ったら使わないものを捨てるってことなんです。使うものだけにする、これが大事なんです、ね、使うもの以上のものが欲しいときっていうのはもうそれは執着ですから、その執着で俺のものだってものを増やしたいっていう心ですから、これを減らしていく、ね、これが修行なんです。だから仏教でいう修行っていうのはね、別に寺に入らなくても修行はできるんです、ね、整理をする修行です、ね、そしてね、その使ったら元の場所に戻す、使ったら元の場所に戻す、これを繰り返す、これも修行です。最近よく言う断捨離もそれに入ります、ね、そうそう、断捨離も修行です。だから仏教でいう修行っていうのは荒行じゃない、苦行を与えることじゃないんです。知恵なんです、知恵、ね、知恵っていうのは仏教の悟りね、仏教の真理を少しでも知ることができるように、ね、体験していくことが大事なんです、ね、それをやるためやるっていうか、そっちに切り替えるためにやるのが荒行ということでしょうか。荒行っていうのはね、荒行っていうのは、荒行っていうのはその欲に流れて面倒くさい人にそれを断ち切らせて、ね、まあ本当に真面目に生活できるようにするために荒行が必要なんです。だから荒行自身は仏教の修行で毎日続けるものじゃない。毎日続けるっていうのは本当にね、その何て言うの、続けられる、一生涯続けられるものが仏教でいう修行なんです。荒行ってね、一生涯続けられないじゃん。あんなこの山の中を歩き回るって一生涯続けられないでしょ。あの期間だけ続ける、そんなのね、修行じゃない。修行っていうのはね、ずっとなんです。一度始めたら死ぬまで続けるものを修行って言うんです、ね、だからずっと続ける。例えば掃除が大事だって言ったらね、どんなに偉くなっても掃除を続けていくのを修行って言うんです。だから修行っていうのはね、そんな大変なものじゃないです。だけどそれを続けていくことによって、例えば整理を続けていったらね、物を増やすことができないでしょ。物を増やすことができないから、だから物をたくさん持つことに何の意味も思えなくなるんです。そうするとね、お金をたくさん持つっていうことに何の価値もなくなるんです。生活できるだけのお金があればいいってなるんです、ね、執着がなくなる。そう、執着がなくなる。それは持っててもいいわけ、執着がなくなる。それで、ああ、それでもお金をね、に執着する心があるなと、お金お金って考える心があるな、情けないなっていうふうに思っていく。そこから離れてね、純粋にこの心から清らかなものをいつも思い続けていくように生活していくっていうことが大事になる。これが仏教では念仏なんですよ、ね、仏様のことをいつも念じながら生活していく。だから私たちは、ね、その昔の人だったらお経を読む、お経を読んで仏様のことを思い浮かべて生活をしていく。だから暇があったらお経を読むことが大事。私たちだったら聴聞することが大事なんです、ね、今ね、YouTube とかに上がってるから、その YouTube を時間ができたら少しでも聞いておく。何のためにって言ったら、仏教のこと、仏教の教えをね、いつも念じて生活できるようにするためなんです、ね、そうやって仏様のことをいつも念じて生きていく、ね、うん、そのね、お釈迦様もね、少年しなさい、少年しなさい、
少年しなさいっていうふうに教えられてる。少年すれば往生できると、ね、お釈迦様の教えね。少年すれば、少年って何？少年っていうのはね、少っていうのは聞いたことを、ね、人に話をしていくってことです。少何のためにって言ったら、その話をすることによってその聞いた教えを念じ続けることができるから、ね、そのためにつまり一番は教えを念じ続けることが大事なんです。これが一番の修行なんです、ね、例えば今日聞いたことを聞いたことをいつも忘れずに心の中で念じ続けるということが大事なんです。これが一番の修行なんです。だから仏教で修行修行ってね、荒行して苦痛に耐えながら心の中でね、尊いものを念じることはできないんです。穏やかじゃないです。穏やかじゃないですよね。だから苦痛から離れないといけないんです。苦痛だからなんかね、苦しみを与えて強靭に鍛え上げることが修行だと思ってるんです。違うんですよ。修行っていうのはね、清らかなものをいつも思い浮かべていくことが修行なんです。一番はどうしたら日々ね、清らかなものを思い続けることができるか、それが大事なんです。これが一番の修行なんです、ね、そのためにどうしたらいいか。そのためには心の中にいつも余裕を作り出しておかないといけないわけ。だから物を整理して目の前のものに一つのことに取り組んだら、ね、だから何かを同時にやるんじゃなくて一つのものに取り組んでいく習慣を、ね、身につけていくわけ。全てはこの念じ続ける、これが大事なんです。これが一番の仏道修行なんです。あれこれやってたらもう念じる余裕がないと。そう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 。日々心の中でね、仏様のことを念じて生活を続けていくっていうことが、これが仏道修行の一番の目的なんです。そのために荒行が向いてるか向いてないか。もう荒行ってもう相手に対する憎しみの心とか、ね、そんな心しか起きてこないとしたら、もう念じてるものがね、醜いものしか念じてないから、それは修行にならないんです。修行っていうのはいかに清らかなものを念じ続けていくか、ずっと思い続けていくか、そのための習慣、つまり心に隙間を空ける習慣を身につけるのが本来の修行なんです、ね、そしてお釈迦様自身も念じ続ける。例えば私だったらね、仏法の話をするでしょ。仏法の話をしたら仏法の教えを自然と念ずることができますよ ね。そうやって話をすることによって念ずる、これが一番ね、心の中で清らかなものを念ずることができる。だから仏法を伝えなさい、仏法を伝えなさい、仏法を伝えるのはね、勢力拡大じゃないんですよ、ね、一番はその心の中で清らかなものを念じ続けるために、いつも念じ続けるために話しなさい、話しなさい、これが仏教でいう修行ですから。だからそういう意味で荒行をしている時に心の中で仏様を念ずることはできませんから、だから荒行には意味がないんです。つまり荒行の本来の目的は苦痛、鋼の心、こういう意味なんです。だから荒行に意味があると思ってるけど、ね、私たちはそうやって悟りを開くんじゃなくて、清らかなものを思い続けていくことによって悟りを開くんです。清らかなものを思い続けるためにはやっぱりね、清らかなものを聞く、教えを聞く、そして教えを話す、これが一番大事なんです。はい、はい、どうぞ。分かっていただきたいでしょうか。じゃあ終わりたいと思います。